お元気ですか、ボクシミです。今日はですね、そんなお腹空いてないのでね、今日はおつまみで感じでございます。ちょっと私なりの考えたね、タンのね、野菜とね卵をねで炒めた、まあ、オリジナル料理でございます。本当はね牛タン手に入れたかったんですけど、なかなか手に入んないんで、今回豚のね、タンをね手に入れました。で玉ねぎと長ネギね、加えてね、ポン酢で炒めました。でそれだけでは面白くないからね、いり卵もね上に添えてやってみました。でお酒はね、ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。もちろんスプライトでございます。はい、今日はね特にねなんかね面白くないなってね感じはしますけどね、これ実は料理動画はねメインではありませんのでね、どっちかというと穴埋めしたいね、まあおまけの動画としてね見てくださればね大変ありがたいです。メイン動画はですね、プロ野球カードとかプロスポーツカードでございますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ね、あとはレトルトカレーとかね、カップラーメン、カップ焼きそばですね、そちらもね随時やっていきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。